じゃあ、いきまーす。はい。虎に翼について語りたい弁護士の会、なんと16回目です。ありがとうございます。皆さんのおかげです。で、もうありが早とうご速、ざいます。毎回、はい。長い尺を喋るっていうのを繰り返してきているんで、もう早速本題に入ろうと思うんですけど、まず、秋山さんっていう女性裁判官が、妊娠出産、するっていうシーンがあったじゃないですか。あれに関連して裁判官の時短勤務についてちょっと熊仁先生に話聞きたいんですけど。私の情報は古い面もあるかもしれないので、あれなんですけれども、結局、あれは、ヒロイン、ともこがね、まあ、意見書を書いて、桂川に提出するわけですけれども、で、まあ、事実としてそういうことがあったかどうかは、わかりませんが、これは実は現段階でも解決、裁判官に関しては解決のしていない問題だということが、今描かれた、ある意味、最先端のテーマでもあるということに非常に驚きました。で、なぜ、今普通に、会社員の方とか、普通の公務員の方の時短勤務っていうのは当たり前に行われていると思うんだけれども、女性に限らずね、男性も育児のために時短勤務をするというようなことは当たり前に行われているんだけれども、裁判官にはそういうものがそもそもない。で、なんでないのかというと、私が、まあ、8年間裁判官をやったことは昔言ったと思いますけれども、1989年から97年までやってたんだけれども、最初にね、新任判事補検査っていうのがあるんですよ。まあ、研修ですよね、新人研修。で、偉い裁判官から言われた、ね、裁判官というのは、労働時間という概念はないんだと。24時間365日裁判官であると。ね。で、新潟の三条支部で、家に夜、裁判所の職員とお巡りさんが 来て、令状に判子くださいっていう。まあ、ああいうことは、令状当番というのであれば、あるんだけれども、じゃあ夜中に叩き起こされて、判子ついたからって言って、割増賃金くれるかってくれないわけですよ。なぜなら24時間365日裁判官だから。で、裁判官の、まあ、今の時点ではどうだかわからないけれども、裁判官の比較的、高いとされている俸給がね、まあ、支払われるのはそういう理由なのだと、その場合にしては最初の方がえらい安いんだけどね、判事法が、14段階か、で、判事が8段階、いや、12段階と8段階だったか、かなり細かくなって、上がっていくんですけれども、そういう刻みにしてる意味が あんまりないんですね。で、ですから夜中に叩き起こされても何の割増もない。例外的にね、僕が裁判官になった3年目か4年目ぐらいに、休みの日に裁判所に行って勾留質問をしたらいくらか手当が出るっていう制度ができたんですよ。で、それと365日裁判官っていうのとどう整合性があるのかなっていうのはちょっとよくわからないんだけれども、基本的にはそういうシステム。で、だからなぜ時短勤務的なものがないかというと、もう裁判官は、100か0しかないっていうことね。だから、その産休育休の制度はありますけれども、その後復帰するっていうのも100で復帰するしかない。しばらく復帰するのに50ぐらいの仕事にしてくれませんかというのは、少なくとも制度としてはない。裁判官でご病気になられて、ちょっと他の人より負担を少し少なめにするというような形で質問されている方はいらっしゃるんだけれども、給料を減らすわけにはいかない。だから、それはおのずと限界がある。他の裁判官に負担がかかるという面があると、どうしても、なかなかそういう形で、長い期間そういう働き方をするということが非常に難しくなる。
で、今、この前から言ってるように、若い裁判官がどんどん辞めていく傾向がある。それは、そういう働き方、時短のような働き方ができないということが、ね、やっぱり大きい要素かなと思うんです。で、最近、海外はどうなってるかっていうのを、僕の所属している日弁連の委員会でいろいろ調べてるんだけど、例えばドイツではね、ドイツではね、裁判官の半分ぐらいがもう女性だそうです。で、裁判官の時短勤務というのがちゃんと定められていて、A さんは50%の、割り当て、B さんは70%の割り当てというようなことが定められていて、給料も50%、70%というような、ことができるという、これをだね、東海大学の山中淳子さんという准教授、元検察官の方なんですけれども、調べて発表していらっしゃるんで、この人にお話を聞いて、いろいろ、なんか提言みたいなことができないかなと思っているところ。で、そもそも労働法制の問題だと、日本のパートタイムっていうのは、まあ、非正規であると、正社員ではないという前提ですが、ドイツのパートタイムっていうのは、正社員のパートタイムというのが原則的な働き方になっているそうなんです。で、まあ、日本の厚生労働省もホームページを探すと、多様な働き方の実現応援サイトというのがあって、短時間正社員制度を紹介して推奨してるんだけれども、まだなかなか、それは一般的なものにはなってないというようなことで、すみません、ベラベラ一方的に喋りましたが、まあ、そういうことで、今になっても裁判官の時短勤務というのは実現していない。これは男性であっても、まあ、そういうのがあれば望ましいと思うけど、なかなかなっていないという現状にありますね。なんか、その理屈でいくと、なんか、例えば、半休を取るとか、早退とか遅刻をするとか、そういうこともなんか成り立たなくなるように聞こえるけど、そうなりますはね。もっとなんか、裁量で労働も、してもらった方が分かりやすいかな。昔って時短勤務日みたいな、自宅で勤務してる日っていうのがあったって裁判官聞くんですもけいわど、ゆる宅それ長は日という家概で仕念あ事りして、宅長日っていうやつ。家で仕事してるからいいんだっていう理屈なんでまあすそういうか？ことですね。で、あれはもともと、だから裁判官、裁判所が戦後すぐはなかなか設備がなくて、2人の裁判官に机が1個しかないとかいうような時に、月水金とも、えーもえー、火木土に分ああ、かれ僕て、で。出勤して、半分は、まあ、家で判決書くみたいな時代があった、その名残らしいんですけど、それこそ70年代に、平日にゴルフしてるのを、隠し撮りで撮られた裁判官がいて、そこからですね、いや、さっきの理屈から、いやね、それは別に、今仕事暇だから平日ゴルフ行っても、本当はいいはずなんだけど、最高裁は世間の手前、それは許されないみたいなこと言い始めて、だんだんその宅長とかそういうものに関して、非常に、うさいです。その理屈から言えばね、裁判官は逆に言えば、職員の、昼休みの時間に拘束される必要はないわけですよ、12時15分から13時の間に。だから、12時から職員に先んじて、昼飯食ってもいいはずなんだけど、みんな気遣って12時15分に職員と合わせて食堂に行くというような生活をしていらっしゃるんです。まあ、その辺が、なかなか実態と制度っていうのは合ってないっていうところはありますよね。裁判官の、確かに虎に翼でも、すごい物理的資源がすごく制限されてるっていうのは描かれてたじゃないですか。この状況が改善されたのっていつの時代ぐらいになるんですか？物理的っていうと、例えばどういう。地裁とか、なんていうんですかね、パソコンとか、そういう、だから初期の話でしょ、戦後の、火災がそもそもね、場所がそなこいそとこそこ、か、高層階から するとか、あれはさすがに、だから、あれ、昭和30年、もう30年代ぐらいに入ってるのかな、だからその頃はさすがにとは思いますけどなね。るほどね。いや、だからなんかこん最近っていうか、つい数日前ぐらいに、概算要求の、来年度予算のが出たじゃないですか。で、ツイッターで X でも誰かがポストしてたと思うんですけど、裁判所のね、人員が、なんか減るっていうか、で、まあ減るっていうか、お、うん。火災、
火災を充実させるという名目ははい。あるんだけど、だから IT 化の予算は結構増額っていうか、それなりに頑張って手が取ってるわけだけど、火災を充実させないといけないということについての予算は、調査官が何 5人増える？なんか ふ5ざ人け増んじゃえないるっけていど、う。これが、まず全国で5人しか増えなそういところそうがそすうごそう、いんふですざけけんど、じゃでもそれをどうやら、そっちを、なんか、ない。書面で言うと、そっちを調査官にすると書いてあっ書いてて、あったよね。違う、予政算治の付とけ変更替人えなん的だっには、て。あ、予算の付け替え？予そ算のの付き、け替え？どうなその付の？け替あの、法律が通ったえ、予算をから調査官予に付け算。替えて5人増やすって意味なんだって、ちょっと説明を後でもらいました。なああ、るほそど、うなるなんほだ。ど。ででもも、なんか、法律から予算をくださいって言うべきところじゃない？今ってすごく思ったんですけど、もう全国で5人って聞いて、大阪で5人ならともかくよと思いましたが、確かに。はっはっはっていう、だ笑うしかから、ない。共同親権の問題がね、そうそう。だから今でさえ、だから離婚事件とか、遺産分割とかの調停とかが、なかなか大きい裁判所では入らないというふうに言われていてね、遺産分割の申し立てをしたにもかかわらず、3ヶ月、4ヶ月待たされるというような話があるやに聞いてるんですけど、それがね、共同親権が入ってきますと、だから家庭裁判所の進め方って、まず調停ってお話し合いをして、それから審判って言って裁判官が決めるってやり方なんだけど、共同親権の事件って、まあ、いや、事件にもいろいろあるとは思うけど、どうもあんまりお話し合いが、こう、うまくまとまるということには、なかなかならないタイプの事件が多そうに見えるわけですね。で、そうすると、そういう事件で、調停を何回もやる、審判も何回もやるというようなことで、家庭裁判所のスペックをかなり食ってしまう。そうすると、今でさえただ大変なその離婚とか遺産分割とかのその他の事件にますます割を食うということになるっていうのは、まあ、心配されるところではありますよね。特にそう、親権問題は共同親権に限らず、今の離婚事件とかでもそうですけど、その親権者をどうするかっていうことについては、お子さんのその養育環境とかについての裁判所外での調査が必要になってくるので、そうするとそこにすごく調査官という方のお仕事の、まあ、すごい丁寧なお仕事が求められていて、で、そういう件数が増えると、当然人数が足りなくなるのは目に見えていて、で、共同親権の制度がこのまま、実際に施行されると、過去の事件、過去で一回もう離婚して、親権者どっちっていうのが決着ついてるのまで蒸し返しが起きてくるので、そうするともう絶対に回らないだろうなってみんなが心配している中で、なんか人員をどんどん増やしていきますっていう方向で予算を請求しないで、あんまり使われてない基礎機関の予算を調査官に5人分だけ付け替えますっていう、だからトータルでは金額は限りませんよ的な、そういう弱腰の予算請求をするっていう、その精神がちょっと理解できないなと個人的には思っています。で、調査官ってすごい、心理職でもあり、専門職なので、すごい養成というか、一人前に働けるようになるまでに、やっぱり単に資格持って、新卒で裁判所になりましただけだと、ちょっとやっぱり、時間がかかると思うんですよね。ちゃんと一つ一つの事件をこなせるだけの技量とか、経験を積んでいってもらわなきゃいけないと、今からやんないと絶対間に合わないの絶に対なっ間て、にちょっ合わとない。心配ですね。だってね、じゃあ、採用しました。明日からできますっていう仕事じゃないですもんね。大体チームでやってるでしょ？今、親権者で争いになってるって2人とかでやってるわけだから、5人増やすって言っても、新人に1人で5件やれるわけじゃないんだよっていう気がするし、確か関西にいるとね、大体親権者のも関するその争いの調停申し立てるとすぐ調査官つくんだけど、そうだよこのね。東京で働いてる弁護士と喋ったら、いやもう東京ではそうじゃなくて、もう親権者争いありそうな事件でもう調査官が足りないから、とりあえずしばらくつかないみたいな、もうよっぽどどうしても調査が必要みたいな感じにならないとつかないって聞いた時に、いやもうすでに全然足りてないじゃんっていうことが わかり、はい、5人って何なんだろうか、なんかジョークなのかな、みたいな。したんですけど、ジョークではないんだよね。その話の流れで、ちょっと次のテーマに行くとね、
子供の親権争いの時に、時々、皆さんご経験あると思うんですけど、この氏にこだわる当事者っていう方もいらっしゃるじゃないですか。名字ってことですよね。で、ああ、この氏にこだわるために、親権を取りたいみたいな、なんて言うんですか、看護者になりたいんじゃなくて、この氏を自分と同じにしてほしいみたいなことで、親権が欲しいっておっしゃる方も中にいるじゃないですか。でも、これって私は、夫婦別姓が実現すれば、だいぶそこの問題はクリアするんじゃないかって思ってて、要するに、看護をしたいわけじゃなくて、この氏が欲しいだけの人がいるときに、なんか、すごい、もともと、例えば、もうこの氏は、親の離婚で左右されずに変わりませんっていうふうにしておけば、そういう目的の親権争いっていうのはなくなるんじゃないかって思うんですけど、どうですか？夫婦別姓。夫婦別姓は結婚をしたりする最初のタイミングで選ぶああ、話そっかそっかそっか。で、離婚の時の親権とか子供の姓っていうか、名字をどうするかみたいな話は、お別れする時にどうするかの話だから、必ずしも一致はしないかもしれないし、もしかしたら離婚の時にそれで揉めるってことは、夫婦別姓になったら結婚する時に揉めるかもしれない。あるいは子まあ、供そう生まれるか。時に揉めるのかもしれないなって思いますけど、そうなんだよな。子供に名字を継がせるっていうことが、つまり家を継ぐみたいな、何々家の跡取りみたいな発想を、やっぱりまだこだわって持っている価値観の人もいれば、家継ぐって何って個人の結婚でしょとしか思わない人と、まあその価値観が多様化してるから、そこがこうすり合わせができないカップルだと、どっちみちどっかの時点で 揉めるのかなと思いますけど。なるほどな。虎に翼の話に戻すと、この子は、浩市さんと結婚するにあたっては、もうお互いのその名字を変えないっていうことで実婚を選んでいて、で、もう実際の歴史的なところでは、法律婚はしているんだけれども、でも確かあの時はつ、あの、えっと、もともとの、前の夫との子供さんは、名字を変えてなくて、この氏の変更とか、養子縁組とかしてなくて、確か。で、しそう、かだから、さださんが名前が残るっていう状況で、三淵さんに変わってるから、あまり多分深刻ではなかったし、まあ、彼女は多分かなりこう、裁判所内でこう、ちゃんと地位とかがあったんじゃないのっていう気もするんだよね。まあ、しかも、三淵さんっていう名前に意味があるわけでしょ？裁判所内では。そうだよ長ね。官の娘子。大最高だから、裁いい、判ま官。だ得があるかもしれないけど、まあ、星さんもそうなのかもしれませんが、設定上、娘がいるっていうことは、まあ、今でも95%女性が姓を変えている中で、95%だっけ、まあ、少なくとも変えて、めちゃめちゃ、高齢で娘が姓が変わるっていう時に、自分は、定の名前を変えるのは、定の名前をここで途絶えることになるっていうのは、ちょっと嫌だっていうのはわかりますっていう気はしますね。実際の手まあ、あ術となんか、はどうだった？お子さんとかはまだ未成年だったりしたのかな？未成年でした。未息子成さ年。ん未未成成年年。って結構大きいんですよ。あんななんか小学生とかじゃなかった気がするな。もうちょっと大きかった気がする。もうイちょっメーとジ的には。大きかったけど、未成年は未成年で、和田姓のまんまだったんですよね。そうです。で、特に養子縁組とかをもしていないから、渡世をそのまま使っている。亡くなるまで和田男性なのでっていう方もあれですが、和田さんで、義武さださん。んで、だで終わっている。といなんうか、こトとラにコなります。が、自分の家族と、浩市さんとの再婚のことについて話し合ってるときに、なんで私とユミが名字を変わる前提なのっていうふうに、それこそ久しぶりにめっちゃド直球のハテが出てきたなと思って、で、つい、今週私たまたま、第1週を見直して、で、第1週と第2週ぐらいを見直してて、ちょっと今改めて見るとすごいいろいろ、このシーンはすでにこんなことが、この人が出てたのかとかいろいろ思うとかっておすすめなんですけど、第1週からやっぱりそのハテと、その自分もお見合いするみたいな話が始まってるので、結婚を
することが女性の幸せでするもんだっていう、で、それが親孝行で、みたいな、それ以外に何があるんだ的な流れに、トラコは果てって思っていてっていう、なんとなく社会の中でマジョリティの価値観みたいなのに、ちゃんとそうじゃないって思ってもいいっていうか、思って言ってもいいみたいなのが、このトラツバのすごい本質的なところだと思うんですけど、なんか、久々にそのド直球が来てくれたなと思って、今多分、夫婦別姓を求めている、まあ男性でも女性でも、もうみんな同じことを思ってるんだけれども、まあ、やっとたくさんの人が声に上げて、社会に言えるように、やっと令和のこの時代になってなってきてるのかなって、本当に100年経ってからなってきてるのかなって思いますよね。いやだから100年って意外とあっという間やなっていうのも思いましたね、私も。なんか、ちょっと待ってみたいな。だって、結構前の話でスタートしたじゃないですか、まゆこさんが今、対象ですよね、あれ。でしょ？対象です。そう、大正スタートやのに、大正時代の課題っていうか、まあ、当時発見されてたかどうかはさておき、なんか全くって言っていいぐらい解決されてない課題が、今もあるっていう。ね。だって18の、私、1996年入学なので、私が、だから大学に入った年に、夫婦別姓、取れ更るよう新にし書まがしょうっね。ていう方針が出て、そう46歳、もうすぐ何歳の、で、要するに30年間子供で放置されてるんだよっていう、まさだそう。か2回もその間に結婚するとは思わなかったわっいや、ていほんまにそうやんな。本当う。そう、だだからね。30年経っても変わんないんだから、100年先のあなたに会いたいっていう話ではあるかもしれない。私、だそう、から、だから、きっともうまだ50年経ってないからそうね。ですよね。で、私、あ、そう。宇治のことで言うと、なんか、母に、前も言ったかもしれないですけど、司法試験に受かったら、官報に載るじゃないですか。官報に載りますよね。乗りまで、す。あと、登録の時もなんか載るんですよね。弁護士登録。ああ、そうかもね。乗ったのかな。その時に、なんか、三輪でいてくれって母に言われた。言ってだたね。から、言ったでしょ？だから、結なんていう婚すの？るなって意味か、そう逆そう、に言うそうでと。す、そうです、結婚しそうたらです、変わるっていう前提そうです。そう。で。だから、なんか司法試験に受かる時とか、受かって、放送になる時に、その前の段階で結婚を許す親の気持ちが知れないって言ってました、うちの親は。それどういうことと思っ て、よくわかいや、よくわかんない。んないな。私、もう97年。漢方、いや、新聞を見せて親戚に自慢したいっていうこと。まあ、そうなんですかそれ注ね。釈つけやわかる、こっいち。や、わかるでしょっていうね。私、97そう年にだ社ね。会人になってるんですけれども、1997年、平成9年9とか年。かな？の頃に、多分社会人になるタイミングかな？なんか、銀行員とかさ、実印とかの印鑑のハンコセット作ろうみたいな話になった時に、それこそ女性は結婚して名字が変わるから、下の名前でお作りになる方も多いですよみたいに言われて、へえー、みたいな。そこ男女でおすすめ違っちゃうのかと思って、なんかその3点セットを作る気がうせた覚えがあります。とりあえず実印まだ必要ないから、じゃあ銀行員だけ3門番で作ろうかなみたいな。わ感かじりに。ます。私、実際、実印、下の名前で作ったハンコです。だから。だから、それ私も勧めそうらでれする。ね、下の名前。勧められるままに作ってるから。今も私そうは、なのかな。1回目の離婚後、調理中に車を買ったんで、そこで実印登録したんですけど、もう離婚したら佐藤に戻るって決めてたから、下の名前で作らざるを得なかった。なるほどね。まあ別にそこに記されてる漢字と名前が一致する必要はないもんね。実印の場合。本取当れはばいいだね。け。そう。非常にめんどくさいよね。どう考えても、でも結局女性が変える、結婚するにしても離婚するにしても女性が変えることが割と前提な風習が様々な社会のいろんな場面にありますよ本当にそうだと思います。ね。さっきの秋山裁判官の話にちょろっとだけもち戻る。ろんもちろんもちろん戻ってなんかくだ私、さ裁い。判官の育児休業に関する法律っていうのをさっき見ていて、
いつできたんやろうと思ったら平成3年だったのね。最近って言っていいんかな、最近ですよね、でも。そっそか、れそっは知か。らなかった。なんか短時間勤務はいまだにちゃんと制度化されてないっていうのは、なんか、おお。中弁護士の大量の情報公開により確認うん。されたのですが。おお、すごい。でもそれってなる育ほ児ど休業がね。できるんだから、短時間勤務だけ立法すればできるんじゃねえのって思っちゃいますけど思っね。ちゃいますね。なんか、そんな必死になってできない理由を探す必要ないと思うんやけどな。ねえ、だって、そんだからな。いろんなものがめんどくさくなるっていうことなんでしょ？でも、そこをクリアしたら、さっきのドイツはもう半分ぐらい女性なんですよね、裁判官。で、そのせい、だから残業代は払えとは言わないけれどもね。だからまあ、俸給なんだけど、そのざっくり5割とか、ざっくり7割ぐらいで、まあ、大体、働き方をざっくりやるって言うんだけど、今度は多分逆に、じゃあ5割にどう設定するのかとか、7割にどう設定するのかが非常にめんどくさいから、そういう制度を入れたくないというのが、多分本音じゃないかなと思いますけどね。やっぱり狭い世界だからさ、あいつちょっと仕事あ5割って言ってるけど、本当は3割ぐらいしかやってないじゃないのとか、なんかそういうルサンチマンというのはさ、割とたまりやすい社会だから。まあでも10割の人でも5 割ぐらいしそう。かできてない人とかもいそうですけどね、え、い実る、際。絶対、絶対いるでしょ。絶いっ対ぱいいるカバーしてるはよ。ず。それは間違いございませんてがか、ね。職場ってそういうものじゃないですか。労働の制度自体をそういうものという前提で作るべきだから、そこは裁判所であっても例外ではないはずで。いや、ほんとそう思う。けど、多分誰も本気で例えば訴訟を起こしたりとかして争ってる人もいないんでしょうね。だからそれまあ、こそ、竹内さんのね。竹内さんは起こしましたけどあ、ね。そうまあ、ですそよれね。は時短勤務じゃないあんれだがけすどごくさ。珍しいことっていうことであれば、まあ、戦おうと思っても、なんていうのかな。同じ利害関係の人たちで手を組んで戦うっていうこともなかなか裁判官のお立場だと難難しいでしすよかったり、ね。難しい雰囲気がもう裁判所全体に流れてるんだろうなって思いますけどね。そういうことやっだからたそんらなもう。めんどくさいことするぐらいならやめちゃうっていう。まあね、やめて弁護士になったらいいですからね。っまあ、ていう弁護発士が想でいいすよかわね。かんないけどね。いちょや、っとそう。前まで男性裁判官が育休とか取ろうものならみたいな時代があったわけですよね、熊珍先生。ああ、あれはだから90年代の半ばに、今民事訴訟法の学者をやっておられる平野哲人さんという裁判官が、まあ、配偶者が、ちょっとお仕事が女性なんだけど、まあ、お仕事が忙しい方なので、自分が育休を取ろうとしたところ、まあ、女性裁判官の育休の制度はすでにできてたんだけど、みんな、じゃあ、育休の制度自体はあるんだけど、みんな女性が取るものという裁判所は前提だったもんだから、男が取るって言った途端にね、いろいろハレーションが起こって、何を考えとるんだ、君はと。いうふうに言って、当時大阪地裁で、結構なんか、プロジェクトを任されたんだけれども、それを取り上げられとかいろいろあり、結局お辞めになったということそはあれりましたもうパワハラとかパタハラじゃないですかね、ね。それ。まあ、今ならそうです。間違いなくそうです。やっぱり裁判所って本当にその訴訟でね、結局その、まあ、憲法14条とかも、ね、考えなきゃいけない立場なのに、組織の中で自分たちの足元のところでね、全然それをね、なんか実現できてないってところはね、もっと私もっともっと考えてほしいなと思っていて。まあ、竹内さんの裁判で、どういう対応をし、どういうふうにハレーションがあるかということを、見てね、まあ、裁判所にまだ希望をですね、託すのか、やっぱりあかんわということになるのかというのを見定めていきたいなとは思ってるんですけどね。この前私、皆さんあれかな、でも修習生とかと接点あるかもしれないけど、私あんまりなくて、この前、違う事務所の先生方といろいろ一緒にやってる事件の時に、修習生に会ってお話ししたら、なんか今そんなに民間死亡者も人権死亡者もいないって聞いたんですけど、そういうもんですか？やっぱそういり転う勤もでんしでょ？すね。そう。
大体、大津に来る人は、四大事務所の内定持ってるか、もう全然持ってる。就職先が決まる。聞いてても喋ってても、あ、この人はちょっと厳しいだろうなっていう人と、もう二分されている。あ、そうなんだ。はい。で、しかも7割が東京に登録するとか聞いて、弁護士になる人がほとんどで、すごい世界になってんなと思って。というのは、私が一番気が下だと思うんですけど、63期は本当就職難で、で、就職難の時ってどうなるかっていうと、やっぱ公務員志望っていう風になって、任官とか認定は取り合いだったんですよ。狭き門だったんです。だけど、今って全い然や、状うちら況の違時もう。大体そうちゃう？まあ、そうですよ58ね。期もそう。58期の時に検察官志望が意外、結構いるんですよっていう話をしたら、だから、熊ちん先生の世代の先生たちは、要は検察官なんかになろうってやつおるな、みたいな気がする。要は、どれって任だ期から、僕って仕41事期だっですけど、て。だから89年に世に出た頃は、だから四大死刑事件が再審無罪に続々となった頃で、検察官はもう片っ端から拷問してるんじゃないかみたいなこ とそがういうこ言わとれたか。時代で、ああ、そうか、ある検事がお母さんに検事になりますって言ったら、お前は拷問して自白させとんのかみたいなことを言われたという時代があり、ところがね、リクルート事件とかね、ロッキード事件、昔だとロッキード、ああいうのがあるとちょっと持ち直すとか、なるまあほど。そんなあれだったんですね。58期は結構ヒーローを見て検察官いいなって思いましたみたいな感じの人もいましたいね。ましたね、いました。いましたね。そう。あ、そういう意味ではあれじゃないですか。虎に翼を見て、放送に興味持ったっていう人が出てきますね、これ、確実に。ところそうね、が、若こうい願人はってね、あたんまけりテレど、ビ見ないらしいんだよ。あ、そっか、テレビ見若ていないの世代か。が見ない問題があって。だからその話しなかったっけ？そう。大学で私講義たしちてる最初弁護の士がこのさ、メンバー虎にで翼見てる話人っしてたました。ら、100人ぐらいの中で3人ぐらいしか見ていなかっやたっー、そてっいう。か。だから、大学生ぐらいを見てないから、今、ほら、せっせと私中学、とかもそうだけど、高校。小学生がまだ一緒にテレビ見てくれるから、小学生、あと15年後ぐらい、もうそう来るかかー。も。だから結構やっぱちょっと、ね、さっき友枝さんが言ってたみたいに、裁判所ももっと内側から変わっていかなきゃいけないですよね、時代に合わせて。だもうかちょっらと。今の人はね、いわゆるワークライフバランスがものすごい、男性でもちゃんと子育てを自分も分担してやりたいと普通に思ってる人がいるわけで、そうなると裁判官とか検察官みたいに3年とか2年とかでコロコロ転勤したら、とてもそういう生活は、ね、あれは片っぽが専業主婦であるっていうね、前提で成り立っている制度な部分があるわけだから、それは裁判官や検察官はどんどん選ばれなくなると思いますよね、急速に。ですね。で、だしかからも東転京勤かができらる出たしくね。ないっていうことでしょ？ 7 割要するに東京に登録するって。もちろん関西人で東京に行く人もいるわけだけど、主に東京で育て東京から出たくないっていう人がいっぱいいるっていうこもうとみんななのか会なっ社て、買ってね、就多職中も感じたもんな。だから東京で生まれ育った人が東京以外のところに行きたくないとか言ったので、いや、なんかすごい狭い社会、分。見えてる範囲のことしか知りたくないし、やりたくないみたいな、そういうことかと思って、すごいびっくりした。どうぞ。地方あは、ら。だから、新人が全然来なくなりまして、まあ、滋賀もそうだ、そう。もう、県の山滋賀は口もね、そう若だと思うけど、干増えてるんだけど、釧路なんそか6年連続新人ゼロみたいなね、う。おお、そうあ、です、そう、こそうのい間うに、状態ですよ。で、そう、日旭川弁連でそういもう一人話に新なって。人が来たけど、その人は、一回公務員になってるね。で、公務員を辞めて、弁護士登録、修士はだいぶ前に終わってるというようなタイプで、純粋に修士終わってすぐ登録という新人が地方には来ない。だからもう、我々はもう諦めてて、そんな新人いきなり来て育てるよりも、どっかね、2、3年やって、あ、やっぱり田舎の方がいいなと思って来てくれる人、ちょこちょこいらっしゃるんで、そういう人を大事にしようという雰囲気になりつつある。というなる状ほ況ですどね。ね。すみまそうせん。でだいすぶ本題からね。ずれましたけど。いやいやいや、大事な話だと思います。いだやー、からだ逆かに言えら、ばね、
みんな都会行きたがるけど、地方はね、今、チャンスだと思うんですよ。それこそ就職が激しかったその60期代半ばぐらいはいっぱいいるんだけど、その後70期代が全然入ってきてない。だから世代、一世代置けば、チャンスはあると思う。なるほどね。なんか可愛がってもらえそうですよね、うん、後々確かに大が。事にしてもらえますね、多分ね。そうちっそちゃい単位会の方がね。う。うん。なんそうだでもいね。いよまあ、って言いたいですけどね。ただこう、なんだろう、70時代の人見てると、こう、介護をやらない人はもう全然、もうそっ事か務そっ所かのそっか方そっ針でか。やれない状況にさせられていれば、ね、OT 事務所とかは、もう6時までは基本か、何も、その事務所の仕事以外させないっていう方針でいるところが多く、で、そういう事務所じゃない、労働系の事務所の70期待とかがもう多重介護になってて、だからその世代を、に介護をこれ以上やってくれたらとても言えないっていう状況に今なっているので、ちょっとね、どうすんだっていう感じがしますね、っいていやー、なうんふうで、にそろはそろ思トライう。翼の話に戻そうりそう、ま司す。法そう、のね、戻りもまとす。に、戻りますか。で、だから、同性婚の話ですよ、とど同ろ性き、婚。そう、とどろきそう、の話が轟しさたんのい。話から、俺たちのとどろき。そう。ね、なん轟か、さんの話しまこしのょう。間、恋人のうちに泊まれるから嬉しいですって、あれ、半分本気なんだろう、ちょっと思いながら見てみねえ。たんですけれど。楽しそうだね。いいね。よかったね。って。どうなんだろう。でも、今も昔も、やっぱり弁護士だからこそ自分らしく生きられるっていうのはあるのかなって思って、私はちょっと見てたんだけど、どうでしょうか。とどろきもでも、オールカミングアウトしてるわけ、フルでカミングアウトしてるわけではなくっ確かに、て、確かに。伝えたいトラコとか、そばにいる人たちには、ありのままの自分を見せているけれども、弁護士とどろきとして、自分は、例えばゲイですっていうような、情報を外に出してるわけでは決してないとは思うんですね。そうですね。そういうで、こと全然変わらないよね。そういう、あくまでクローズドっていうか。ただまあ、この「虎に翼」っていうドラマが、花岡に対して、花岡が死んじゃった時に、轟が自分の気持ちと、まあ、向き合うっていうか、そういそう、うと米さんころには向き描合いわていさたされけたみど、たいな気がする。そう、あそこ、あれだけで終わるのかなって思ってたら、その続きが、このそう、8月か、あり8まし月たにね。出てきたから、で、そこで、まあ、結婚とは何かって、トラコが再婚するとか、名字変わんなきゃいけないのみたいな、結婚とは何かの中に、なぜ同性同士だと結婚ができないのかとか、それによって、ね、俺たちは、どっちかが死んだらもう俺たちの関係がなかったことになっちゃうみたいな、何の保証もないっていうようなことを、まあ、真正面から描いてくれたの、描いてもらっていることがすごい嬉しくって、私はもうボロボロに泣きながら、あそこら辺を見ていましたけど。私あの時、トラコがさ、なんか自分のその法律婚をする意義があるのだろうかっていう問いを、そこを率直に語ってしまって、その問いを出すことによって、実は二人を傷つけてしまったってところに、なんかだんだん気がついていくっていうところのシーンが結構好きで、なんかすごく自分がどういう立場にあるのかっていう、法律婚という選択肢を持っているっていう、持ってない人とのギャップっていうことをちゃんとイメージできていくっていうところをちゃんと描いてくれたのが、ちょっと嬉しかったなと思っていて。そうね。割でとも自私分のも経今で験もと別重なっ姓、た。そうそうそう。舞子さん、そういうふうに、ポストしてましたよね。自分の経験と重なったっていうふうにね。そうですね。なんか当たり前に結婚できることを、そういう選択肢があるってこと自体をなんかこう、まあ当たり前に思いすぎてたっていうかね。そんな自分がずっといたから、気づくまでに結構時間かかっちゃったし。でも私もそれ一緒で、なんか私は婚約破棄を2回して、結婚は1回しかしてないんですけど、なんていうの、結婚なんていつでもできるわっていうのは、本当に傲慢な考えじゃないですか。
っていうのも思ったし、で、私結婚式もしてないんですけど、その結婚式せずに済むのは法律婚がイージーだからなんだなって思うんですよね。だから、私もお友達の、同性カップルの結婚式とか行ったことあるけど、やっぱそれはすごいな、なんていうのかな。本当にハッピーな空間で、本当にみんながお祝いしてて、でも唯一法律婚はできないわけじゃないですか。なんかすごいなんかこう、私がそういうセレモニーをせずに済む、そこも選択肢があるっていうのは、法律婚ができるからだなっていうのはすごい思いましたね。なんでも、か、あ、ごめんなさい、なんかどうぞどうぞ。同性婚とか同性カップルの話をするときに、私、今回のトラコが本当に誠実だなって感じたのが、やっぱり、いや、私は偏見が差別もないから全然大丈夫だよ、みたいな言い方を結構してしまう、異性愛の人いるんだけど、いや、そういうことじゃなくて、ちゃんと自分のそのところと地続きにある世界の中での同性カップルなんだってことの受け止めをしてるなって感じていて、だから自分の中にむしろ何も関心がなかったとか、実は差別の心があったんだとか、多分その辺はトラコは全部セリフにしてるわけではないけれども、感じていたのではないのかなと思って、すいません、今日、なんか自分の話をしちゃうけど、9月2日に自分がまさに同性婚の訴訟で違憲陳述があって、それまで書いた原稿を先週読んでたやつ全部見たらもうなんか全部破って書き直して、聞いて、なんか本当なんか、なんていうか、自分事として考えるっていうことをトラコがしているなっていうのはすごいなんかインスパイアされましたって言いたかった。なるどほどこが気ね。に入らなくて破ったの？なんか、どこが気に入らなんか何もかも気に入らなかったんで、全部 ゼロにしてやり直しました。トラコがさ、もっとさ、轟さんたちのこととかを知りたいから、もっと教えてみたいに言って、で、当事者の人たちが集まる機会があるから話聞くみたいになったじゃないですか。あの流れもすごい大事だなと思って。ただまあ、ちょっと一個言うなら、あれだけいろんな人が集まる場なのに、あ、やっぱ女性カップルいないんだと思って、そして、あ、良子様たちのところがどういう位置づけなのかわかんそうでないすけれね、どそうですも、ね。なんか、なんだろうな。そこにも男女の差があるなっていうか、あの時代見えてたのはもしかしたら男性カップルたちだけだったのかもしれないでも、なって。まゆこさん、それ本当にそうで、私ちょっと全部まだ読めてないんだけど、これね、ともえさん持ってる？なんか、で、持ってると思う。だからね、ジェンダー交渉やってる前川先生の本なんですけど、で、やっぱり、男性同性愛者の方が自由で、お金も持ってるから、コミュニティが形成されやすかったっていうのはあるみたいですよね。だから、女性の同性愛者の方が不可視化されてたっていうのは社会的、まあ、事実っていうふうなことは言われてますよね。だから、あえてそういうふうにしたんじゃないかなって私は思いました。でも、ただ、当時、でも戦前でも、実際には女性同士のカップルもいたし、特集をした、その雑誌の記事とかもあったりとかして、一部は可視化はされていたっていうのは、赤井田加奈子先生の本とかに、研究とかに出てくるんですけど、ただ、圧倒的な量が男性同性カップルみたいな形になっちゃってるので、そうなんですよで、しね。かも、まあ、テレビとか、そういったオープンなところで語られるのは、女性カップルがこう、ずっと長い間で、なんか、見えてない状態だったなと思って。だから、さらに言うと、そうね。女性のカップルだと、これ今もそうですけど、すごい生きるのハードですよね。要するに賃金の格差がすごいあるじゃないですか。だから男性カップルってすごいお金持ってたりするけど、女性のカップルっていうのは、男性を100とすると何十パーとかじゃないですか。70パーとかの収入で、が、想定的にそうですね。ね、だからそういう、その経済的格差っていうのは本当に倍増しちゃいますよね。だからすごいそこでもハードな局面は今も続いてるなっていうのは思いますけどね。そうですね。だから本当は婚姻制度による社会的な福利とか保障とかは、女性カップル
が、やっぱり必要とするニーズは高いんだろうなと思うんですよね。そうですよね。なんかその社会保障と紐づいてますもんね、結婚制度って。どちらかがね、病気になった時とかにね、なんかやっぱ扶養に入れるとか、そういったこととか、本当に切実なんじゃないかなって思いまえ、すけど。ともえさんとまゆこさんにお聞きしたいのは、お二人はその同性婚訴訟、結婚の自由を全ての人にの訴訟の弁護団やってらっしゃるじゃないですか。で、今後のそのスケジュール、最高裁に行くのってどのぐらいになりそうとかっていうのは大体見えてきてるんですか？はい、なんかとてもいい質問をありがとうございます。はい。ですね、まず今年高等裁判所の判決があと2つ出ます。すでに札幌高裁は3月に出てるんですけど、東京の方は中さんの方どうぞ。東京の方が、10月の30かな？おお。3 月。ちょっとごめんなさい。間違ったらいけない。あ、いや、10あ、月30。30日です。30日の水曜日に出る予定です。はい。10月30日、確か10時に、言い渡しと。私、判決が始まるっていう形ですね。で、あと、12月13日金曜日の11時から、福岡高等裁判所の101号法廷で、こちらも九州訴訟の高裁判決が出ます。で、3つ出て、多分あと年度末までに、3月末までに、関西訴訟だ、大阪高裁、それから愛知訴訟の名古屋高裁の判決が出るのでは、と言われているので、そうすると最高裁は来年、また来年度末に、どうなるみたいな感じですかね。わなかんるほど。でもない。じゃあ結構そのスケジュールがだいぶ見えてきてるっていうのは、っていうのはありますよね。そうですね。あとは、東京2次が、あ、そっかそっちか。ょうど控訴審が、この9月から審理が始まるので、まあ一番遅い進行で、地裁の判決も出たのが遅かったので、やっと今、控訴審の審理が始まるところなので、最高裁、多分揃えて判決を出すときに、どの裁判まで待ってやるのかっていう話が多分あるので、全部東京2次まで揃ってから出そうとするのか、まあ、それを待たずに、その前の 5個の高裁判決が出れば、最高裁もそろそろ出番かなってなるのかっていうのがちょっと読みづらくって、まあ、だからスケジュール感、ちょっと後ろ倒しになる可能性ももしかしたらあるのかもしれないですけどね。ね、あ、なん今か、日は、同性愛カップルだけでない、法律上の同性カップル、トランスジェンダーの方のカップルとかですね、もう、原告さんいらっしゃるので、ちょっと利益状況が違うところもあるんですけなれるど。ほど、なるほど。マチン先生、どの辺ですかね？ むしろ聞きたい。スどうケジかな？ュール。札幌高裁が今年の3月に出て、みたいな。それでね、次の年度末までに5つ、あと残り4つがいったら、最高裁はどうするんでしょうね。いや、私に聞こえてもちょっいや、とコメントしづらい。それと、まあ、これはどれぐらい関係あるかないかも含めて教えていただきたいんですけど、まあ、去年とか、トランスジェンダーの性同一性障害特例法の違憲判決とかも出たじゃないですか、一部要件の違憲判決が出ている中で、その同性婚訴訟のその位置づけっていうのはどういうふうになりますかね。まあ、全然違うんだけれども、なんていうのかな、ね、そういう今、ともえさんがおっしゃったみたいに、トランスジェンダーの方の当事者っていう方もいらっしゃるわけじゃないですか。そういう中で、その同性婚っていうことも、こういう、この流れの判決が出るのかどうかっていう、そのあたりの、位置づけというか。なんか憲法違反というところをどのてレベルまではっきり言ってくれるのかなっていうのはすごい思っていて、やっぱりまあ14条であり13条、24条、まあ、どれで行くのかでもあるやつですけど、違憲違反する状態だとかいうちょっと、
なんか奥歯に物が挟まったような違反ではなくて、もう端的にパンと違反だって話をしてくれて、かつ、そのもう、国会がもう自力で解決しないから、立法不作為も違法ですまで言ってくれるやろうかどうかっていうところはすごい、なんか、今の、その、だって選択的夫婦別姓だって平成8年の法制新答申から30年放置なんですよね。この作状為。況の、そう、国会で、本当に、なんか司法の判断はあくまで国会になんか期待するべきことであって、みたいな、今回の原爆裁判の判決文のようなものが出て、何の意味があるのって思うんですよね。今すぐ作りなさいってぐらい言わないと、この国会動かないっていうか政府動かない。だって、本当強制不妊の、優生保護法だって、いや、最高裁判決出るまでいくらでも仕事できたでしょうって思うんですけど、ここまでやらない。やっと岸田さんがなんか会う時間取りますとか言って、なんでそんな遅いんって思ったんですよね。だから、ということはもう最高裁がはっきりきっぱり言ってあげないと、この日本で家族法分野で変わることはないんだなと思うんですよね。っていう、そこを裁判官お願い受け止めてっていうのが私たち弁護団の思いですかね。すいません。私、わーわー言っちゃった。いや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 。いや、もちろん最高裁っていうのが、まあね、裁判所の中でも一番上位なんですけど、やっぱり司法の役割っていうのが、その行政とか立法の、まあ、がサボってるっていうのをちゃんと指摘するっていうのはすごく大事で、ちょっと、トランチバさん戻っちゃうと、今回の原爆裁判も、その理由のところに、判決はね、棄却だけれども、理由のところで、国際法に違反してるっていうようなことをはっきり言うっていう、で、政治の貧困だっけ？政貧治の困です。貧困を嘆くっていう、あれ実際の判決文の中に書いてある言葉だそうですけれども、あと、まさに国会サボってんじゃねえよと。行政だってなんかできることあるでしょうよと。目の前にいるその原爆の被害者たち、被爆者たちに何の手当もなしですかと。おかしくない？もう戦争終わってから何年経ってるの？っていう話を、まあ、裁判所としてはっきり口に出して言って、まあ、それがしかも、アメリカの方のやり方もおかしいでしょっていうことも含めて言葉にした判決になったっていうのが、なんかまあすごく大事なことだったのだけれども、実は私もこの裁判がこの虎に翼で取り扱われるまで、あんまりこう気にしたこととか、中身見たこととか、そういう争いの歴史とかをちゃんと勉強もしてきてなかったし、まあそういう意味では、司法試験受かる過程で勉強するものの中に、あんまりそういう話が含まれてなかったんだなって改めて思っちゃって、まあ、同性婚もそうですよね。そう、普通に司法試験受かる途中で気づかなくても全然試験に受かれちゃうみたいな、そういう、なんていうのかな、法律の方の放送の教育の問題でもあると思いますけれども、自分の不勉強をちょっと棚に上げるような言い方になっちゃうけれども、すごい、なんていうのかな、まあ、勉強になったし、今まであんまちゃんと見てなくて申し訳なかったなって思ったトピックの一つですね。私、ロースクール行ってよかった。ロースクール制度の賛否は置いておいて、ロースクール行ったのは、この中だと私だけじゃないでそうすだね、が。そういえばそうで、だ。ロースクール行ってよかったなって思うのは、その性同一性障害特例法の、の違憲を論じるっていう試験が出たりとか、学期末の試験がですね。で、あと、同性婚の問題とかも、やっぱり、ちゃんと勉強するみたいなことはあったから、だからそこはね、本当に良かったなって、で、最高裁の判決をきっちり読んで、調査官解説読んで、みたいな、そういうなんかこう、プロセスをちゃんと踏んでいく勉強だったので、ロースクール行って、私はそれはすごく良くて、もちろん、そういう勉強を司法試験別にローなんか行かなくても自分でやればいいんですけど、そういう勉強してこなかったから、ロースクールでそういう勉強をしたのはすごく良かったなって。だから本当にその放送になるための勉強をきっちりできたのは自分にとっては財産だったなって思うんですけど、まあ、ちょっと話が逸れちゃってすいません。それでも原爆裁判私も全然知らなくて、
で、国際法とかも別にそんなやってなかったから、で、今回ちょっと別の YouTube 番組のためにすごい読んだんですよ。すっごい読んで、それで私は同性婚訴訟の、判決も、ここまで出た判決も全部読んでますけど、すごく似てるなって思いました。どういうところが似てるかっていうと、国の反論がありえないっていうのが、これは同性婚訴訟と同じだなって思いました。例えば、国がですよ、原爆裁判で国の反論がどういうものかっていうと、原爆投下によって、逆に人命が救われたみたいなことを言ってるんですよ。戦争を早く終わらせるための手段だったっていうアああ。メリカの論法ですよね。はい。それをもうまさに国が言ってて、でも、で、そういう主張のオンパレードなんですよ。で、ああ、これ本当になんかこの嫌な感じって、同性婚の判決の読んでて、国がしてる反論と同じ構造だなっていうのは思いました。うん、だからそこは本当に、50年、40年前と、今と変わらない部分の一つだなって、虎に翼を見ながら私はそう思いましたね。国側の証務検事っていうのかな、法廷に国の立場として出る人が、8年間もずっと移動もなしでこんな を負わされてるのかっていうのに、不自然さを正直感じました。やっぱ移動で3年ぐらいでいなくなるんじゃないのと思ったけど、実際の人はどうだったんだろうと思って。あのあやれ、判決見ると、被告代理人は2人しか名前が書いてないらしい。そう、全然いないですよね。今の、バーって今、ずらっ並ぶ、と並ぶずじゃらってん。並ぶけど、それとは違いますね、確かにね。でもなんかそういう構造が、なんか、あ、国ってこういうやり方で市民の声を潰そうとしてくんな、みたいなのは、なんか今も昔も変わんないなって思いました。もうその反論の言葉自体が、その国が裁判上で表明すること自体が、その被害を訴えている、ある原告側のそれぞれの当事者とか、まあ、自分は裁判さんがしてないか同じような目に遭っている当事者たちへの、なんていうのかな、もうハラスメントみたいな言葉で、まあでも国としてそんな言葉を投げられちゃうから、そういう発想だからこのまんまの現状のままで変わろうとしてないんだなって思えちゃう感じですよね。そうです、そうです。本当に。だから、なんか、すごい、そういう意味では、やっぱり、一個一個の事件が、こういうふうにつながってくんなっていうのは、まあ、本当に虎に翼に教えてもらってるっていうか、すごいことですよね。原告が、あれも海野先生がやりたくて、起こした裁判だから、多分原告を集めたっていう感じ、声をかけて集めて訴訟という形にして、だけど、法廷に立っていいっていう人は一人しかいなくて、で、一人の人も結局、ね、突き詰めて、いよいよってなった時に、やっぱり無理ですって、そりゃ、いろいろな偏見にさらされたりとか、あるいはもう名前と顔が表に出たりとか、彼女一人の問題じゃないのに、そういうふうな一人で追わなきゃいけなくなるっていうことの辛さを、米さんじゃないな、決めるのは、米さんは決めるのは本人だっていう態度だったけど、まあ、轟がさ、まあ、ちょっと憤りっていうか、そういう目に合わせていいのかっていう問題提起をしてたけど、それってこういう公共訴訟的なものの、どの事案にも結構当てはまるなと思っていて、世の中に問題提起をするために、同性婚の結婚の自由をすべての人に訴訟でもそうですけど、世の中に問題提起をするっていうことも目的で訴訟を起こすときに、そのやっぱり個人として原告に立つ人が、まあ、さらされて、まあ、プライベートも、まあ、裁判の上で、述べなきゃいけなかったり、あるいはそれに絡む報道とかで、まあ、なんていうかな、赤裸々に報じられてしまったりとか、周りにも今まではっきりとは言ってなかったことを知られてしまったりとか、そういうすごいストレス、大変さを抱えながら裁判を戦わなきゃいけないっていうところで、
なんか憲法訴訟と、憲法裁判所みたいなものがないからこうなっちゃうんだよなっていうのもちょっと思うんですよね。具体的訴訟性がないと事件が成立しないですもんね。訴訟が成立しなそういっていうね。か。で、一方で、じゃあ法律の理屈だけで論じて結論出してもらえばいいのかっていうと、それはやっぱ違っていて、一人一人の生活とか人生に直結する問題だから、わざわざ大変な思いをしても訴訟しているので、やっぱり結論を法律的に論じて出す前提として、一人一人の個人の苦しみとか、大変さとかを裁判所は聞くべきだと思うし、まあ、その一人一人の、なんだろう、具体的なエピソードが力になって、世の中を変えられるような判決が出たりするのかなと思うんですよね。旧優生保護法の、訴訟の弁護団の新里先生が言ってらっしゃったんですけど、本当に当事者の苦しみがきちんと世の中に伝わった時には世の中が変わるっていうふうにおっしゃってて、まあ、それはそのいい意味で言ってらっしゃると思うんですけれども、だから本当にだからその抽象的に論じることではなくて、やっぱり具体的にだからまあ世間っていうか世の中にも分かってもらうっていうふうにしたときには、本当、社会は変わるんだろうなっていうのは思いますよね。でも、だからどこまで当事者に負わせていいのかっていうのは、議論の余地はあると思いますよね。あと、その裁判、司法で審理にかかって結論が出るみたいな、その過程に、をちゃんとマスメディアが報じてくれないと、なんか世の中の片隅でひっそりと行われている裁判で、原爆裁判も今回の描かれ方、そんなに傍聴人いませんかっていうぐらい誰も傍聴人が最初いなくって、で、竹中記者でしたっけ？竹中さん、なんか私、今回見直してた第1週から出てた、第2週かおお、な。結構もうすんごい早あ、段すご階い、から最出初てに。て、そっか。トラコが、女学部にぶつかった時かなんかから出てきてた。そっか、結そっ構か。長嫌い。な切り取られ方をする場面だよね。そっか、そっか、そっか。けど、まあ、今回のその裁判で言うと、彼が報じてくれたことで注目が集まって、傍聴席が埋まるようになったっていう流れで、で、それが結局判決が出た時も報じられるから、その影響があって、で、そしてまあ、やがてその救済法みたいな立法の動きにつながったのかなと思うので、やっぱり公共訴訟は、いかに報じてもらうか、そしてメディアもそういう職責を果たしてくれるかがすごい大事かなって。ね、同性婚訴訟もそこら辺をそう頑張って意識してやっているところではあるんですけどね。そうそう。だから最初、傍聴席がガランとした時に、ダメじゃん、動員しなきゃとか、私、ツイッターで書いてしまったんですけ言っど、てたね。だってそう、集まっていくところを描いてたんだね、なるほどね、と思って。で、あと、なんか、史実では、なんか、国際法違反を、専門家証人に、こう、尋問で意見を述べてもらうっていう、その、専門家証人の採用が決まったあたりで、なんか、国際法違反を本気で判断するつもりだぞ、この裁判体っていうことで、なんか、傍聴者が増えていったみたいな話、あれ、誰かが書いてくれてたんですよね。先生だった。いや、でもなんかそうみたいで、国際法学者が3人鑑定意見とかを出してるんですよね。で、それで、でも結構みんな一致して、国際法、いや、かなり違反でしょみたいな感じの意見だったっぽいですけどね。だからなんか、いや、だからそういう意味でもやっぱ私、専門知っていうのもすごいなと思って、なんていうか、やっぱそういうのって大事にしなきゃいけないけど、今、それこそ、さっきもちょっと話してたけど、概算要求の話で、もう家計費とかがめっちゃ減ってるわけじゃないですか。で、なんか、ねえ、だから、なんか、本当、日本大丈夫かなっていうのは、すごい、なんか思うな。なんか文系にはお金出さないみたいなね。文系ってくくりもどうかと思っそう、て、どうかと思いますよね。そんなにざっ区く切れりるしかっすてぎっていう。話。そうやねんな。いや、なんかいろいろ同性婚の話ありがとうございました。ちょっとじゃあ、更年期の話する？トラ、ね、更年期の話なの？いや、そう、更いや、年期のい、話を。ちょっとだけさ、どんなにマスコミが報じても、どんなにこう、現代の女性がね、劣勢をしてくれないと困るって言っても、何回も、まあ、裁判官があんなに意見を発
反対意見を、意見を書いても、何にも国会が変わらないってなんでなのっていうのは、すごい深く話を戻してあれなんですけど、思うところはありますね。もう私の周りの女子が名前変わりたくないから、まあ、事実婚を選んでる人とか、なかなか結婚しない人とか、何にもいっぱい出てきてるし、現実の社会でも、そう、言ったら、権利が、もうだから要するに二重に管理しなきゃいけないっていうのを、すごい多分困ってるし、私も財団幹事とかって言うと非常にめんどくさい。これ誰に給料払ってんの？いきなりこの人誰？みたいなことが起こるので、非常に現代の、に生きる、まさに結婚をするとか、管理するとかいう人たちは困ってるんだけど、家族の一体性とか、よくわからない理屈で、なぜ社会はというか、国会は、全然立法しようとしないのかっていう問題は、確かに子供の性の問題もあるかもしれないけれども、なんかもっと深い根強い、要するに自民党と維新が動かないっていうのは、まあそれはバックに、まあ、石田和解の作った、例の会があるからですよねっていうのはすちゃんごとい言っ感てじないとま分す。かんないとか言ってんじゃないと思うけあれ、何してたんじゃなかった？成立の時に、なんかこの間本を読んでて、あ、そうだ。ど。聞こえなかった。あ、それかな、それかな。どれどれ？なんか、なんか、ちょっと下に置いてきちゃったけど。なんかさ、でも、あ、維新の会は、夫婦別姓は賛成してるよね。い確か。やー、現実大阪はしてないね。昨日も議員さんと喋ったけど、未だに子供の性どうするのとか今言われて、びっくりした。ああ、何にもそう勉か。強してないし、現場は、反対っていうことで固まってる。はい。で、自民党も固まってる。でもなんか全然、野急田にね、そうそう、小泉進次郎さんが、ああ。選択的夫婦別姓導入します。でも、党議拘束はかけませんって言ってましたよね。そうですってね。言ってたんですよ。で、そはい。れなんやねんってなって、なんで党議拘束かけずに、い人のや、せいあにえすてんの？同やれ性ない婚の。外してきたなって思いましたよ、私は。なるほど、こそっれちをか。触れるのに同性婚には触れないっていうとこが戦略的なんだなと思ったけど。なるほどそこはな。守りますよ的なメッセージに私は聞こえてしまったけど。なるほどね。そういうことなか。るほどね。まあ、表に、まあ女性半分票いるわけですからね。女性票を取りたいっていうのは進次郎にはありそうですね。多分進次郎さんは本人はどっちでもいいと思ってるじゃない。いや、多まあ分そうそうでだすとよ思いね。ます。それはそう強いだと信思う。念があるわけではないから信彼。念を感じる感じではないですね。党議拘束外すっていうぐらいだからそうさ。そう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 。だって本当にやりたいんだったら、なんか自分が総裁になって、なんか党議拘束かけてやれよって思いますよね。本当にやりたいならね。出してよって、総務委員会で一ね致して出してよって。え。そもううなん法だ案よ。もあるし、システムの改修も設計もされてるし、もうあとは法案や出るす。だけですよ。実行するのや、でみ。も、誰もやろうとはしていないという、しかし、いわゆる与党側が、あんなに意見が出て、意見判決も出そうな勢いの、この10年なんだけど、どうなんだ、みたいな感じが。まあ、それで言うなら最高裁もはっきり言えよって感じはしてますけどね。夫婦別姓については。もう違憲判決を出すべきだよ。まあね、たら出ないね、という。そなんかでう。もみんなどうなん選す挙か？に行けばいいのにいなっや、て思ほんう。とそう。いや、ほんとそう。選挙に行かないからなんやけど、だからまあ困ってないんかな、みんな。自分事として困ってる人がどれだけいるてるんかっだけどていうのな。はわかんないけどね。イメージ湧いてない人とかいくらでもいるし、ああととなね、に。まあ。あ、ごめんごめん。いいよ。まこちゃんだどうからぞ。司法の問題で言えばさ、竹内さんがこの前言ってたんだけれども、要するに最高裁はなんであんな年寄りばっかりなんだとそいうう。そうそう、言ってましたね。そうなんですよ。で、しかもだって、あの世現場代のの人裁たち判はもう官じそゃれでない。回ってた人たちだからね。そう。
特に裁判官で、出身の人は専業主婦がついてた時代の人たちだから、そう。何も本人たちは困ってない。そう。なんか、その、で、でも、だから、憲法違反って意見書いてくれて、山浦芳樹さんの話を聞くチャンスがあって、その時には山浦さんは、自分がは、まあ、考えるときには、やっぱりちょっとジェンダーの問題については、妻や娘の、やっぱ意見もよく聞いて、ちょっと本当に自分の固定した観念を、ちょっといろいろ見直してから、考えてた、みたいなことを言ってて、すごいなって、素晴らしいよね、やっぱりね。それ素が晴らできしい。る男性裁判官がたくさんいたらよかったのに、と思って聞いてました。確かにな。まあ、だって裁判官、でも裁判所出身に、最高裁裁判所に入った女性っているんだっけ？今、いるんだっけ？いないいないいえ、ない。だから学者枠から行った人はいらっ学者しゃ枠いますけかられでどすも、だからけ裁ど判も。官、純粋の裁判官出身、ずっと裁判官で入った人はいないですね、まだ。現場で困ってる女性の声を実際に聞いたりとか、自分が困ってたりして、困った経験がある人が、まだ最高裁は女性裁判官を、あんなに女性裁判官がいるのに最高裁裁判官にはしないっていうところが、すげえ男性社会だなっていうのはすごく思いますね。だけど、前もなんか同じ話した気がしますけど。でも、その裁判所って組織自体がまだ全然男女平等が本当にはできてないっていうんだったら、そこに飼いならされてしまった裁判官だけが上がっていってもねっていう気持ちもしてしまっていいや、て。します。本当します。そだう。ね。から、もう、極端な話、みんな、私たち今、女性4人いるけど、私たちが全員弁護士認可で裁判官になるとか、例えばね、なんか、極端ですけど、でも本当になんか、もう弁護士認可でバンバン女性、まあ、それなりに経験積んできた女性弁護士がバンバン裁判官になって変えていく裁判所の中から、っていうような運動ぐらいしないといけないかもしれないですけど、それめちゃくちゃ大変ですからね。大変ですね。ねだって、まあ、最高裁が結構実質的に選べちゃいますからね。え。そう。なんか、形の上ではそうではないんだけれども、指名諮問委員会というところに、かけるわけですけれども、まあ、面接とかもするしね。ねえ。まあ、だから私みたいなのは絶対採用されないと思うんですけど、本当に。マチン先生、ちょっと、また少し違う話になっちゃうかもしれないですけど、裁判官が、一人で一生懸命頭をひねって判決どうしようかなって悩むときに、イメージですよ。私のイメージは、家でもあまり家人というか家族の人とかと、ちょっとこう、そのトピックスについて、ブレスト的に議論してみるとか、しないイメージがあって、なんていうかな、職務上の秘密を守らなきゃいけないってこともあるでしょうし、なんか、あんまりこういう点はどう思うみたいな話を、いろいろ家族の意見とかも聞いて考えてみるみたいなことを、あんまりしないイメージなんですけど、さっきの山浦裁判官、弁護士認可の方だよね。は違うかもしれないけど、こう、生粋の裁判官っていうのはなんかその家でも仕事の話はしないみたいなイメージなんですけれども、どうなんだろうなと思って。しない人の方それでがもやっ多ていみかたい。もしれないが、まあ、する人もいるとは思うけどね。熊鎮先生はどうでした？裁判官時代っていうのだいぶ昔だから、は。俺、記憶がないな。あんまり、そうね、ちょっと、そうね、最初の結婚の時は、そっちの方が大変だった。吸ったもんだの方が大変だったので、あんまり仕事の話をするところではなかったでしょ。で、今の 人とは、だからそうか、だから東京時代だから、そうね、ちょっと特殊な仕事をしていたという、民間企業研修に行ったり、民事執行部というところで、いわゆる判決を書く仕事じゃないとだから、あまりそういうことはなかったね。まあ本当に人にもよるのかなと思うけど、やっぱなんか、仕事の内容によると思うんですね。
事件のことをそもそも家族に話せないから、あんまり。なので、こういう事件があるんだけど、どう思うとかって聞き方できないんだとすると、結局、まあ、合議体の裁判官同士でちょっと話し合うぐらいしか、なんていうのかな、いろいろ協議してみる相手がいないのかなって。まあ、ちょっと感覚、ぼかして感覚を聞くようなことはないわけではないとは思いますけれどね。うちの弁護団の方で山浦先生の話を聞くっていう会があった時には、まあ、家族の話だけじゃなくて、やっぱりか、あの、実際出版されている本だったりとか、そういった高知の事実と言われるんだけれども、裁判で提出された証拠ではないけれども、まあ、出版されている、世に知られている資料っていうことであれば、別に読んで、それを判断の中に入れてもいいわけだからっていうことで、やっぱり本とかは読みましたし、って言われてたし、本当は、当社の方からさらに追加とか、いろいろ、生の声がわかるようなものだったりとか、追加出してもらったらちゃんと、それは読むよ、みたいな話だったので、なんか、いかにこう、最後の最後まで最高裁の裁判官にヒットするような、こう、共感してもらえるような資料とかを生み出していくにはどうしたらいいのかな、なんてことは考えてます。いや、戻ってきた。皆さん、お帰り。すいません。ちょっと、ちょっ YouTube と見てま見す。切れてます。すいません。そうか、なんか、なるほどな。やっぱ裁判官の存在が、私たちはなんかこう、ナチュラルに近いですけど、市民からはでも相当遠いですよね、いろんな意味で。っていうのはすごい思ってて、なんかでもすごい萎縮しすぎじゃないですか。なんか例えば、YouTube、私の YouTube のコメントでも、竹内さんをゲストに呼んで、出てもらった回に、そんなことやって大丈夫ですかって書き込んでくる人いるんですよ。わかんないですけど、どういうお立場の方かわかんないですけど、なんかそういう頼まれてもないのに忖度する雰囲気っていうのは、この日本社会はすごく強いなっていうのは感じますね。私、もともとそういう人しか選んでないんじゃないっていう感じなを、るほどね。58期の採用を見てても思いましたけどね。物言わなくて、ちゃんとこう判例に従って判決を書ける人。そう。だから、掲載収集の時に、収集の、前期かな。前期の起案の時に、これ無罪じゃないっていうのを、が出たんですけど、結構、四大事務所に入る男の子が、すごいこれ絶対無罪だっていうことを言っていたんですけど、裁判官の人たちはほぼほぼあれを有罪にしたんだろうなっていう感じがするっていう感じでした。こんなんかなちょっと、に証拠薄くてどうやって有罪書くんだろうっていうのが私の感覚だったんですけど、これを有罪にするの？みたいね、な。ぜひ、ぜひ、あれ見てほしいんです。ちょっと話またさらにそれちゃうけど、今、和歌山カレー事件の、マミーですかね。マ映画ミー、ね。マミー、ぜひ見てください。来週見ようかと思ってます。もう、これぜひ見てください。で、マミーについて語る回やりたいぐらいです。で、私、あれ、高裁の弁論の時に、和歌山修習だったので、そうか。弁護修習の先生についてって、なんかちょこんと座ってます、法廷に。そうなんだ。まだ和歌今山回のっ判ていう決の場所にとっ時てこと？のあの事件の大きさっていうのは、普段まあね、なんていうのかな、あまり大きな事件も起きない、のんびりしたところだからこそ、あの事件っていうのはすごく、なんていうか存在感のある事件で、そうですね、私も見たいと思ってます。もうちょっとぜひ、やっぱりもうまたネタバレしすぎてもあれなんで、もうぜひ見てくださいということだけお伝えしようと思います。で、なんか最後に今日ちょっとお聞きしたいのが、桂馬さんのモデルの石田和外、ここからは虎に翼は、ネタバレが含まれますので、
虎に翼を、その純粋にドラマを楽しみたい人はここでもう離脱してもらって大丈夫なんですけど、石田和外っていう、石田和人っていう人なんですけど、石田和人についてちょっと小町先生にいろいろお聞きしたいなと思ってるんですけど、第5代最高裁長官。で、この、だから、前にも話したと思いますけれどはい。も、裁判官の独立という問題と、司法の独立という問題があって、どちらも重要なんだけれども、司法の独立っていうのは、外のことに対して、司法府として毅然とそれを跳ね返さなければいけないという面と、ある。それから個々の裁判官も裁判所の中の、誰か偉い人の言うことを、というの、あるいは空気を読んで忖度とするのではなくて、自分の信念に従って判決を書くという、理屈に従って判決を書くという両方がないといけないんだけれども、石田和人のありようとしてはね、外から手を突っ込まれない、つまり、70年代に、自民党が裁判官、非常にリベラルな判決が多いで、自民党としては非常に困った時代があって、自民党の政治家たちが、公然と最近はおかしな裁判官が多いと、なんとかしろというようなことで、自民党として、その裁判のありようを調査する、会を立ち上げようというような動きがあったときに、それに対して石田和人は非常に、石田和外は、そんなことはさせないという。で、ドラマの最初の方にね、松山ケンイチが、あいつらにその資本の中に手を突っ込ませるようなことは二度とさせないみたいなセリフがあって、それはその辺を意識してるのか、これはやっぱり石田和人に寄っていくのかなとちょっと思ったんだけれども、だから外には手を突っ込ませない、その代わり外に文句を、自民党に文句を言わせないために、中で裁判官を統制していくという方向に石田和人は、行ったわけですね。で、そういう両面があるんだということが大事なんですね。で、何をやったかというと、一番有名なのは、宮本裁判官という人を再任拒否、10年に1回再任という手続きがあるんですけど、本来は、あれ、裁判官みんな終身雇用だと思ってますけど、そうじゃないんですね。10年に1回、審査が入る。で、ところが誰もそんなところで、よっぽどことがない限り落とすということは考えずに、事実上終身雇用でやってたのに、急に、その時代に、青年法律家協会という団体を自民党が問題視して、実際はそんな大した団体ではないんだけれども、それを、そのメンバー他にもいたのに、宮本さんという裁判官だけをピンポイントで、再任拒否をしたという事件があって、しかも、そういうことをしておきながら、理由を一切明らかにしないということがある。で、今だと考えられないんだけれども、当時の裁判官の、3割ぐらいの人が名前を出してですね、宮本さんを再任拒否するのはおかしいという声を上げたり、あるいはもっと多くの人が少なくとも理由を明らかにすべきであるという、ハレーションがあったということで、そういう時代、そういうことで裁判所の中が非常にぎくしゃくした時代があった。だからその時代の裁判官たちはまだ石田和人が何を言うと、それはおかしいことはおかしいと言おうという人たちが多かったんだけど、だんだんそういう人が少なくなっていくというのが、まさに70年代から80年代にかけての裁判所だったわけですよね。で、私のようなものが何かの間違いで入って、裁判所の偉い人から、中村君には仕事の面では期待してないから、君は裁判所を明るくするために取ったんだからと言われたのも、やっぱりその70年代、80年代のバックグラウンドがあってのお話なんで、ね、だから佐藤さんが読んだと思うんですけど、23期っていうね、期の人たちが、これね、新任、
裁判、そう、信任裁判あ、官が坂口7と人ゴン採さん。用されないという、7人のうちそう。6人が政法協のメンバーで、1人が審判で、それはい。を全部、何の理由も明かさずに、拒否したと。しかも、収集終了式が、今はまた復はい。活してるのかな、収集終了式で、あ、あり坂ま口しさた。んという人が、今、大阪で弁護士されてますけど、はい。代表として手を挙げて、所長が挨拶する前にですね、7人に意見を言わせてくれと言ったら、そんな、マイクを、掴んで、壇上に上がってどうこうしたというようなことでもないのに、たった1分ぐらいそういうことを言ったがために、お前は罷免。卒業を認めないというようなことで、結局2年間干されたんだよね。というようなすごい事件が起こった。だからそういうことでもう、だから10年に1回首切られるかもしれないとか、そもそも採用されないかもしれないって言ったら、どんどん裁判官たちのパワーが落ちていくという時代になったということ。で、この前ね、9月3日に、司法シンポジウムっていうのが2年に1回ぐらいあるんですけど、そのプレシンポが大阪でありまして、まあ、竹内さんも喋ったんだけれども、井戸健一さんという原発を止めた裁判官ああ、が、いらっ滋し賀ゃるん弁です護け士ど、会の先生です。はい。この人がまさにそういう差別をもろに食らった 世代の人たちなんだけれども、政法協が、この前も言ったように、いろいろ弾圧を受けるので、政法協というの裁判官部会はなくしてしまったんだけれども、その同じような人たちが、全国裁判官懇話会というのがあって、その実務的な勉強会をやりましょう。で、最高裁がこういうのがいいという方針を出すのに、迎合するんじゃなくて、いや、もうちょっとこういうやり方があるんじゃないか、例えば民事の判決の書き方はこういうやり方があるんじゃないか、あるいは刑事の今でいう任意性、今、録音録画になりだだ、だいぶ行きましたけれども、当時はもうお巡りさんと被告人との水かけになってたわけだけれども、その任意性をどうやって調べるのか。で、取り調べ経過一覧表みたいなものを、ね、作って考えるというような、独自のやり方、つまり最高裁の進めるもの一色ではなくて、裁判官が自主的に考えて、こういうのもあるんじゃないか、ああいうのもあるんじゃないかという、まあ、裁判官の考え方の多様性みたいなものを保障している面があって、それを判例時報という雑誌に、まあ、裁判官がよく読んでる雑誌にその結果がですね、発表されるというようなことがあって、まあ、30年の軌跡っていうのはこういうあんまり売ってほぼ売ってないように、まとまってるんですけれども、そういうアナザーなもの、最高裁が推奨するとは違うものというものがどんどんなくなっていく。これが裁判官懇話会も結局人が集まらなくなったがためにもうなくなってしまったんですね、20年ぐらい前。で、そうすると、もう最高裁が下ろしてくるものだけが裁判官の中で、共有されるということになると、ね、やっぱり多様性が失われているなというのは、思うということを井戸さんがおっしゃって、いましたね。すいません、なるだほど。から石田さんいえいはえ。そういう裁判所を作った人ね、そういう裁判所を作って、その後彼の直系の矢口さんとか、いろんな人たちが、そういう最高裁の在り方みたいなものを、今で、矢口さんはね、矢口晃一という長官は、裁判官懇話会に実は辞めてから来たんですよ。どういうつもりで来たのかよく です。まさにそれこそ、伊垣さんなんかと対決したわけですけれども、彼は本心はそれは言わなかったけれども、まあ、どっかちょっとやりすぎたなと思っているところもあったんじゃないかなという気はしますね。なるほど。だってまあ、ごそ覧ういなさっう人たてちも、で、まあ、松はい。山ケンイチがそれどこまでやるかは分からないけれども、そういうふうに見ると面白い。で、田中児童って本来は石田和人じゃなくて、行政法の学者さんが最高裁長官になると言われてた、それがあることで外されたんですけど、田中児童さんは最高裁の2つの顔がある。
一つは、公安事件とか労働事件とか、自民党がヒリヒリするような事件に関しては、かなり強硬に、憲法にあまり沿わないような方向で判決を出すけれども、一方、市井の一般の人の事件については、いや、こういう人を我々裁判所は大事にするんだという、そのまさに、来週、存続さの話がありますが、存続殺について憲法違反だと石田和人は言ってるんですよね。で、それから公害訴訟については彼はかなり真意のやり方を公害患者を救う方向で変えようとしたという面もあって、そういう二面性がある。まあ、そういうところを、脚本はどのように描き分けて、松山ケンイチはどう描き分けるかというところを、石田和人を知っている特に私のような年寄りは 非常に楽しみにしているところでございます。すみません、長くなりましいや、でも、た。昔話をしましたけれども、その石田和人の時代の話を、真であればもう絶版になっちゃってるんだけれども、山本裕二さんという毎日新聞の主要記者だった人が「最高裁物語」というのを買って、これ昔の平成の初めの頃に出た単行本ですけど、一回、講談社プラスアルファ新書だったかなに今入ってるんですけど、今、それも絶版になっちゃってるので、アマゾンかなんかでポチっていただくと。それから買えるものでは、まだ買えると思うけど、黒木亮という小説家が「報復の王国」という、まさにそのブルーパージの時代を小説にして、これ産経新聞に連載、なんで産経新聞なのかよくわからないんですが、産経新聞の、新聞小説を書いて、なぜか文庫は朝日新聞の文庫に入っているとめいう、ちゃくちゃすごいな、そうそいのう展開。状態に、です。報復の王国、非常に面白いです。全部仮名にはなってますが。関係面白いな、そういうとこあるまあ、な。だから、あと何週？ 3 週あるのか。3週ですかね。次が24週で、だあかとら925、月26で30す。日から違うやつが始次のが大阪始のまっちゃ方うのやつね。が始まるんです。もうすぐ終わってしまう。明日ノベライズ本が出るらしいので、それを買えそうなんば、だ。一応最後どうなってるかが、桂馬がどうなってるかが分かります。それは読もうまんと私はく。ドラマを楽しむ派なので。ドラマでどこまで書けるのかをちょっとワクワクしておこうかなとは思いますけど。でも、ね、23期の、坂口徳男先生が罷免されて、まあ、2年後になんとか弁護士資格は卒業させてもらえて取れたらしいですけど、まあ、その後大阪で株主オンブーズマンの、活動が活発になったのは、その23次世代がすごく頑張ってくれたからですし、例えば、あかりさんの事件も、坂口先生が松丸先生によろしくって言って頼んだ事件らしいので、今でも大阪がそういうことで、その国の不正を暴こうという弁護士がいるの、それなりにいる。だからもちろん、そういう民事系でもいるし、刑事系でもいるっていうのは、やっぱりその世代がすごく、弾圧されたっていうことが、別にそれを良かったとは全然思わないけれども、そういう体験があるっていうのが、弁護士全体になんとなく強要されてるんだろうなっていうふうには思う。と、大阪の弁護士だった人は思いますいね。や、でも本当に、なんていうの、ハードな意味ではなくて、武器を持ってとかじゃないけど、戦うの大事ですよね。こう、っていうのはすごい思うし、それはなんか、別に戦いが好きなわけじゃないんだけど、私は。でも、やっぱなんか戦うべき時はあって、そういう時は戦わなきゃいけないし、なんか戦ってる人を応援できる人でありたいなっていうのは私思うんですよね。自分がどこまで戦えそうるでかすわかんなね。いけど。でもなんかトラコ、てかトラに翼は結構そういう物語だなとは思うんですよね。なんか戦う人を応援してるドラマっていうか、だなっていそうでう、すね、ね。だから全体として私はすごくそういうふうに受け止めてるんだけど、なんか盛り込みすぎ問題どうですか？なんか私で盛り込んでいいやんって思ういんやけや、ど、いや、私もっあとんま描りいてほ盛り込むしい。のかよもっとくわ描かんいてなほしい。いけど、まあ、盛り込んだ力量がすげえなっていうのを これは、なんか、いや、よく大体回収していってるよねっていう、この2ヶ月ぐらいで必死こいて。
いう感じはするし、あれなんですね、シナリオ集出てるけど、こういろんなとこカットして、なんとか15分に収め、毎日15分に収めていってるんだろうなっていうふうには思うから、その脚本家がもちろん素晴らしいんだけれど、やっぱプロデューサーとかがこういうものを扱おうとして、こう、一生懸命なんとか半年で収めたっていう、スポーツある人たちなんだろうなっていう気はします。だってもう、で、だから、脚本家自身があれでしょ？昔は朝ドラ土曜日もあったんだよね。ね、現に、まあ、らしいです今、ね。BS の再放送のオードリーは土曜日もあはいりますはいし、はい。そもそも1年だったんだよ。だから、彼女は、私は1年でやりたかったという。これ一社やればよかった。で、だいぶね、詰め込み批判は免れたんじゃないの。全然知らずにツイッターで言ってたんだ。ツイッターかフェイスブックで言ったんですけど、まあ、しょう詰めが込ない。みでも、それをす言っぎって。て言ってる人たちが、その一個一個のいろんなテーマが深く描けないから詰め込みすぎって言ってる人が多いっていうよりも、自分の気に食わない現代的なテーマをこの時代のドラマのそのストーリーにぶっ込んで、毎回見ててイライラするみたいな人が文句言ってるだけだから。そう、だから一番それを感じたのが、まさに、同性愛の話が、もう一回だから出てきたときに、なんでその話をもうそうじゃなくても他尺が足りないようにするんだっていう意見が Facebook にめちゃくちゃ溢れて、まあ私の周りで同性婚に対して、あんまりこう、抵抗感ある人がもう自分の周りにいなくなっちゃったので、あれだったんですけど、世の中の特に高齢の、要するに Facebook を愛している高齢の男性と女性たちは、すごく同性愛というものに対して非常に抵抗感が強いんだなということを本当に感じて、どうしちゃうっていう、あなたのその人生にどこも気にしないじゃないですかっていう、娘がそういうことになるかもしれませんけど、すごく割合としては低い、まあ、低いってもじゃないですけど、自分はないような気がするのには、がそこに出ていったので、めちゃくちゃびっくりしたっていうのがありますね。いや、むしろ回収しないと困るでしょ。あと、誰だ、ハンジが死んで、彼が好きだったんだとかいう話が出てきてるのに、そこを吹っ切りにはいかなくないってずっと思ってたんで、いや、やれやれ回収したよって思ってたら、なんで今更って言われて、いや、なんで今更も何も、回線ずっと引いてあったじゃないですかっていう。でまあ、もでも、物語というものを思い出す、理解できない、人っていうのはいるから、そうすると自分の関心がないことが続く、あるいは自分にとって耳の痛いことが続く、まあ、例えば同性婚はまあともかく、別姓の話とかね、そこで、こう、妻に犠牲を強いてきたことがあるとか、人たちにとっては非常に耳が痛いから、こういろいろ詰め込みすぎっていうふうに言ってるのかなという気は確かにまゆちゃんの言う通り思う。いや、でも、そういう人たちは私、もっと早く、この虎に翼を主張し続けるっていうところから脱落してるんだと思ってたので、なんてほら、朝からきっとイライラする人たちもいるんだろうな、みたいな。そういう人たちは多分、意味ないんじゃないかな、みたいちむどんどん以来ね、反省会タイプっていう悪い風習がさ、出てな。ああ、さ、ね、まあ、ちむどんどんは確かに今ひどいっつったら怒られる。まずいドラマだったんだけども、とりあえず気に入らないところがあったら反省会ってタグつけて、こんな筋ではおなかるしいほどとね。か、私ならこんな風にはしないとかさ、お前が脚本家かっていうようなですね、お前のためだけに世の中やっとるんじゃないんだというのをね、言っ真の監て、督み見たいて、だし。文句つけて、ストレスを解消するっていうね、なんかその X を悪い方向に使う風潮がさ、完全に出来上がっちゃったなと思うんでなんだ。す。へえ。だちからゃんそとれで一考生えて懸な命い見かてら文句を言うな。のよ。見て、一生懸命見て、一生懸命文句を言うっていうね。じゃあ見るなよって話。もう、じゃあ見るこれなはよ。結局、だから変な自己実現なんだよ、ネットによる。で、な悪るほど口ね。投稿して盛り上がる。でで、いも、や、それはちょっとおそうかなしいの。んじゃないのって言ったら、ならミュートしろって言うね、おいおいおい、人の意見も聞けよ、たまにはっていう。ですよね。そう、だから私は全然なんか、
なんなら原爆裁判とか、私事前に予習しすぎて、もっとやってくれって思いましたからね。予習するとそういうふうになっちゃいますね。一つ一つのそれはトそうピッなんクだ。スをもっと深掘りして、別の形でもいいから、スピンオフ的なのとかでもいいそう。やっから、てほしいなってなりますよね。っていうのいろんはなもとちころろんにある法律けの物ど、語とかやってほしいかもまあでね。も、それが、そういう渇望があるぐらいで終わるのがほどまあよいいいんんでですしよょうね。ね。皆それはまそで。うだね。いや、でも、ね、今日もというか今週、ほら、星さんとこの認知症問題と、ああ、子そうだ供がね。荒れてる問題が出てきて、いや、でも本当に再婚家庭とか、認知症の親とかがいる家庭とか、ね、大変だなっていうのは、私も刑事とか民事というか、公検とかですごい感じるまた、し、で、それを、ゆりさんの描き方がさ、本当にリアはい。ルだよね。その、はい。認知症になっていく本当に過ね。程と、そう、もうおあ財布が、がなくなるとかね。で、お、なんか、その隠したんじゃないかって、被害妄想そこ的なの、ね。な、そうそう、嫁がね、大変な思いをして、そう、夜だから、トラちゃんが眠たいのはさ、それはまあ、更年期もあるんだけれども、夜中、その、疑われた嫁としてはさ、一で、財布を探しまったんだろうなと、よく見つかったね、タンスの奥からって思って見てたんだ。ああいうのを掘り下げたら、あれだけで、ね、で綿き薄にる。も鬼ばかりじゃないですけね、ど、ワ半年ンクールはぐやらいれでるきわっるよていう。ね。できる、できる。3ヶ月は余裕でできると思います。そうでねも、な。だから、スピード感で、でも一周ごとにちゃんと点は立てて、一応、こう、起承転結、回収していくっていうスタイルだったと思うんですけども、もう、私よくやれましたねっていうか。いや、だからまだこなんれかか、ら、さっきの、くまちん先生の、ネタバレ要素がどれだけ、どこまで描かれるかっていう楽しみがまだ残ってるから、あと1回かお、2回この集まりはやるっていうことで、できるかで、な？そうでですよきる、ね。まあ、はい。スケジュールがね、そもそもなかそうなだか合わなね。いんだけど、それをね、ちょっと、まあ気でになも、への伏線が気になってしょうりがない。ますよね、一視ミ聴サイ者がどとうなしるてかっは。ていうあれね、なもうん1かで回も、出てくるはあれず。は、なんかミサイルに盛り上がってるのか私わかんないんだけど、なんか日本人って、あ、ここに盛り上がると思ってなかったから、慌ててこうエクス、なんか回収エピソードを入れたという噂を聞いたとかで、みたいな。そうあ、か。ミサイル開演すぎちゃったのかな。少年事件じゃんって思って思っていまし逆にね。というと、こう、だからね、逆にね。刑事弁護人ダメというか、あれなんですけど、はい。でも、はい、そうですね。思いましたね。まあ、この間の特捜検事の特別公務員暴行陵虐でも、なあ。私と今代表の弁護士が大阪弁護士会の刑事弁護員だったので、いや、あ、ずっとね、ごめん、今音が途切今れ聞こた。えなかった。今飛んじゃった、声が。突然途切じれ。ゃあ、ちょっと、もう入ってるかな。もう大丈もう夫。大丈夫マイだクよ。がし、あ、大一時丈夫。的に途切れた。1974から、要するに30年前から特捜検事のやり方は変わっていない。し、なんていうか、はい、刑事弁護人あるある、あの程度の少年事件で、実は、賢そうな女が いいとこのね、女の子とかが手を引いてるっていうのも、なんかまあ、全然別に驚くことじゃないし、あの後普通に人生を送っちゃってたりするんだろうな、っていう。気がするから、もうそんなに大変な事件でしたっけ、あれって気はするんだけどな。どう、なんか、あれを持ってきたらもう本当に大変な感じに、と、その尺の問題としてね、大変な感じになりそうな気がするんだけど、どうするんでしょうね。わかんないです。ね、だからまだ、あと3週間しかないっていうのもあるけど、まあちょっと、とにかく楽しんで感想しましょう。いや、こんな楽そうですしいこね。となかなかないじゃないですか。で、皆さんのお力を借りて、なんか私の YouTube のチャンネルの登録者数が増えて、本当ありがとうございます。いや、もう、このいえ、機あ会りががとうごね、ざいま楽す。しくって、ありがとうございます。こっちのセリフなんで。ね。
で、私、うん、だかそうら、ですこのね。メンバーだと、舞子さんだけまだリアルに会ったことないんです。そうな、実はそうなんでで、すよね。そう、だあ、そうから、なのか。そ違う近う、くにいなんか、ると意外とで、ね、合わない。この前、ともえさんとリアルで会ったから、広島で。ああ、そそっか、う、言ってたね。だからね、ちょっと、これからまた、仲良くしてください、引き続き。ぜひ、はよろい、じしくおゃ願いしあ、ます。で、じゃあ、ひとまず、今日の、放送はここまでっていうことで、すいません、子供の声も入りつつ、放ま送た、危ないね、それは。ギリギリ映っギてないリギリ映か、ってさっきない。からずっと見てるけど、多分大丈夫。ギリギリ顔出てたらよかった。画像は大は大丈夫。丈夫。声だけ、すいません、本当声だけ、樋口舞が参加してます。ということで、じゃあ次回また皆さんお会いしましょうっていうことで、はい、また録もう画一をや回めやりまます。す。詳しくはやりましょう、やありとまし一ょう。回はやります。やり絶対まに。す。はい。はい。